こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はじゃがいもとアスパラのポタージュを作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にあります、工房花さんの器を貸していただきました。工房花さんの、ご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日はアスパラとジャガイモのポタージュということで、はい、アスパラといえば阿蘇、そうですね、特産ですね。今日のアスパラももちろん、そうです。はい、では早速作り方をお願いします。じゃがいもは皮をむいてですね、はい、乱切りにします。はい、でアスパラは 3,4 センチの長さに切って、頭の部分は3センチぐらいに切ってですね、うん、縦割りにして、うんうん、まあ、人参と入れてから使います。はい、はい、で今度は炒めます。炒める、はい、はい、バターを入れます。コンソメと水を入れます。はい、このミキサーは耐熱、はい、なのでそのまま、はい、しますが、ちょっと耐熱ではないところをちょっと冷やしてから、冷やしてからですね。はい、そしてこれでかけます。はい、はい、今これを熱い、熱いですよ。鍋に一度戻します。でここに牛乳を入れて、はい、わー、なんかいい色ですね。綺麗、ね、綺麗、うん、塩コショウを入れます。はい、うん、おいしい、うん、あの舌触りも滑らかで、うん、味も塩分もちょうどいいです。ちょうどいいですか、うん。今月のお料理、じゃがいもとグリーンアスパラのポタージュ、出来上がりです。あ、美味しそう。ポタージュの他にもいつものようにいろんなお料理を、いつもありがとうございます。では早速いただきます。すぐらんやろ、うん、あ、美味しい。アスパラガスのね、うん、独特なあの風味が、うん、あの滑らかだし、やっぱ丁寧にミキサーかけたからね、これだけいいんでしょうね。そうですね、うん、これだったらね、アスパラが直接食べられないお子さんとか、ね、ちょっと苦手な人もこれだったら取れますよね。うん、ね、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に、暮らしの中で使える器を作っています。